こんにちは、ライムです。今回の動画は月末月商、今やるべきことまとめ。はい、ということでですね、皆さん FF9 コラボ楽しんでますか？そんな中でもいろいろイベントがあったりとか、あとね、また新しいイベントも発表されたりとかっていうことがありますので、今やらなきゃいけないこと意外と結構あるので、まあ僕もね、ちょっと時間取れなくて全部終わってるわけではないんですけど、結構ね、期限が迫ってるものもあったりしますので、まず最初に今現在開催中のイベント、それから開催予定のイベント、キャンペーン、その辺ちょっとまとめたものを、用意するとこんな感じになってます。今ね、まあメインなところで言うとね、こんな感じになってて、で、あともう時間が迫ってるもので言うと、今この動画撮ってる時点であと20時間切ってるものが、メタルサボテンダー出現キャンペーンね、レア的遭遇ってやつ。そう、これ。あと19時間になってるわ。これと、あと、セブンキャラの経験値の獲得量が 30% 増加するっていうキャンペーン。と、あと、こっちもあと19時間。高位強化クエストでの報酬の獲得量 30% 増加。まあでもこれ1日に挑める回数3回と決まっているんで、まあデイリーでね、毎日3回挑むだけなので、ここはあんまり関係ないかなと思うんですが、まあ上の2つはね、もう本当に期間ギリギリっていうのがね、まあこれはまた後でね、1つずつ詳しいお話ししていきますが、とりあえずこういったものと、あと、こちらも期間が迫っているんですけど、マルチのね、召喚獣ラムの、期限も、11月28日の11時までということになってて、こちらもね、かなり期限迫っておりますので、こちらも頑張らないといけません。はい、こちらもまあ詳しく後でお話しします。で、あともう一個期限迫ってるの、まあこっちはまだ期限長いんだけど、9コラボだね。9コラボが一応12月の8日までということになってるんですけど、まあこちらもですね、交換所の報酬が結構豪華なので、まあやらないといけないなぁとは思ってるし、ぜひやってほしいなとも思う。で、今回新しく発表されたもので言うと、来週のですね、11月28日の火曜日から、こちら、ダンジョンランキング新ナビルが開催予定ということになっているので、まあ、今回の動画は、この開催予定、それから今やってる、キャンペーンを含めて、今何をやるべきかっていう話をしていこうかなと思います。で、今の一番優先の高いもので言うと、今やるべきことといえば、キャラのレベル上げだね。これが一番かなって思ってて、まあそんなにね、焦ってないって方も当然いらっしゃるかなと思うんですけど、一応僕は、時間ないなりにですね、あとレベル上がってないのがグレンとマットだけになりましたね。ここら辺までは一応進めておきましたが、で、今ね、経験値クエストの効率では、まあ、別動画でもね、詳しい話しましたが、経験値クエの7が一番、効率がいいところであるので、まあ、レベル上げるんだったらそこがベストなんだけど、ただ今ね、先ほども言った通り、メタルサボテンダーが出現するっていうキャンペーンがあります。で、これはよく間違える方いるんですけど、別にメタルサボテンダーの確率が上がってるわけじゃないからね。出現率アップではなく、普通のサボテンダーがメタルサボテンダーに変わるよっていうキャンペーンなので、ただ普通よりはもちろん経験値が高いのは間違いないんですけど、別に確率が上がってるわけではないので、まあ、その辺はね、勘違いしないようにしましょう。で、今回メタルサボテンダーが出るのが強化クエストだけじゃなくて、普通の素材クエでも出たりするので、時間がないっていう方はね、メタルサボテンダーに限らず普通に経験値クエ7を周回するのがいいんですけど、時間があるって人、残り19時間、ずっと回してられるぜって人でやれば、強化クエストでもレベル上げできるんで、そっちの方が強化クエ素材を、素材とかを集めつつね、キャラクターも強化できるんで、まあ、長い目で見るとそっちの方がスタミナ効率はいいんじゃないかなと思います。はい。なんで、レベル60、少なくとも最低限メインキャラの3体ぐらいは、レベル60にしておきたいなっていう感じはしますね。2つ目がこちら、召喚獣ラムマルチですね。まあ、ラムーに関しては特に一番やっておきたいのが裁きの雷のレベルマックスだね。これはね、ほんと召喚獣の魔法に関しては、まあ、鍛えて損がないので、雷弱点の時では必ず役に立つ
数万のダメージを与えるだけでもね、非常に役に立ってくれるので、まあ、これを必ず目指してほしいなと思う。で、このラム、今回あのマルチなので、武器のドロップ率非常に高いです。普通のシングルでやるよりも。ベリーハードの周回であれば、50周する前に、貫突するんで、40周ぐらいで貫突できるぐらいなので、これはぜひやってほしいし、あと、どっちにしてもキャンペーンで50回をやらないといけないので、時間があるときにね、もうあと、2日ぐらいしかないんですけど、あと2日ぐらいでしっかりやって、キャンペーンの50周までは達成してほしいなって思います。特に無課金税なんかは結構一貴重なものでもありますし、あと武器自体もね、ステータス高い、貫突できる武器っていうのもなかなかね、嬉しいだろうし、ということで、この辺はね、しっかり皆さん頑張りましょうということ。そして3つ目、FF9 コラボイベント。これ期間まだ長くて、12月の8日までとなっておりますが、こちら追加された交換状がかなり豪華な内容になっているので、もしかしたら見落としてる方もいるかもしれませんが、これまあちょっと取っちゃったけど、このね、星5確定チケットとか、ミスリル鋼とかね、あと、まあ合成素材、星5の合成素材でやったりとか、あとメモリーとか、あとレアなね、星4合成素材とか、こういったものも含まれているんで、可能であれば、可能な限りですね、これすべて取り切るようにしましょうね。メモリーとかも、普通に課金とかせずに集めるんだったら、まあ高難易度、強化クエストとかやらないと手に入れない、ちょっとレアなものなので、こういったところでね、取りこぼさずに、取っていくことで非常にね、ステータス等も上げやすくなったりするので忘れないようにしましょう。で、あとちなみにですけど、この一番難易度高いところ、黒のワルツ派6、ここでメタルサボテンダーが確定で出現するんで、まあとは言っても普通の強化クエストよりも経験値少ないんですけどね、まあそれでもただ周回してるだけで毎回3万以上の経験値もらえるので、ここをね、ひたすら周回することで、交換所のアイテムも交換できるし、なおかつ経験値3万ももらえるから、レベル上げもね、ついでに行えますので、まあ、さっき言った通り、時間がある人は、ここの周回ひたすらしてもいいんじゃないかなとも思います。はい。時間がない人は経験値食えね。そして、今後始まるイベントに対する、まあ、対応というか、やるべきことっていうのが、このダンジョンランキング新ナビルなんですね。で、ダンジョンランキング始まるから何を準備するんだよっていう話なんですけど、これ明確にやることがあって、今回の敵に関しては水属性が特に効果的、さらに一部の敵には無属性武器が有効ということになってるんですよね。要するに水弱点と、あとね、この下の無属性武器が有効っていうのは弱点では当然ないんだけど、敵に弱点がなくてなおかつ全属性耐性持ってる敵だと思う。今回の黒のワルツみたいなやつ、まあ、あるいは鉄巨人みたいなやつだね。ああいった敵がおそらく出てくるので、そこで、無属性の武器も生きるよという感じになってます。で、今僕たちができること何かっていうと、マテリアだね。とにかく、ウォータブローとかね、それらのマテリアをがっつり作っておく。で、ちょっと無属性武器弱いなって感じたら FF9 コラボガチャ、まあ、時短の武器とかをね、強化するっていう手も全然あるかなと思うので、うん、まあ、そういったところで準備はしておく。特に、まあ、ウォーターブローは多分今回は物理、どちらかというと物理有効だし、あとブラックウィスカーがね、実装されているんで、あれが防御ダウンと、あと水耐性ダウンなんで、多分ウォーターよりはウォーターブローの方が通りがいいんじゃないかなっていう気がします。今回のクラウドのね、時短ソードも物理なのでね、多分今回は物理有効な感じがします。まあどっちか、まあ耐性どっちも当倍かもしんないけどね。まあいずれにしても、もうザックスが防御ダウンできるっていう時点で、まあ、今回ウォーターブローをひたすら頑張って作ってもいいんじゃないかなっていう気がしますね。で、あとに関してはランキングとかスコアに応じて豪華報酬もらえるのはいつも通りということになりますが、でまたこちらもね、実装されたらまた、攻略動画等もアップしていきたいなと思います。今回もまあトップ100入れるように頑張りたいです。前回何位だったかな、23位とかそんなんだったかな、忘れちゃったけど、まあそんなもんだったと思います。はい。でだ、まあさっきも言ったんだけど、始まるまでに少なくとも今回ダンジョンランキングで使うキャラ3体目星つけといて、その3体のキャラをレベル60にしておいた方がいいと思うので、今のね、キャンペーン中にしっかりレベル上げておくようにしましょう。僕はもう挑むキャラを結構前からも決めてあるんですけど、まあそのキャラをもう先にレベル上げといた、まあ結構期間長かったんで他のキャラもレベル上がっちゃいましたけどね、結局。
はい、なのでまだちょっとレベル上げきってないよっていう方はこのね、2日で頑張ってあげるようにしましょう。そんなところだね。今やるべきことっていうのはね、これ結構期間長いと言って油断してるとね、あっという間に期間過ぎてしまうし、あと特にラムマルチとかね、一周が結構時間かかるので、がっつりやんないと50周いかないと思うので、そこら辺はね頑張りましょう。お互い、僕もまだね全然あのキャンペーンで50周届いていないので、こっから頑張らないとなとは思ってるんですけど、はい、といったところで今回動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。